俺も久々すぎてカジサックのことを YouTube だけの関係って言ってしまったからそうだからどんどん遠くいっちゃうよねそういう部分ではそうねうーん何のそうねいや遠くなってってるだってお前片割れはお前吉本におらへんねんからお前の片割れも危ない時期あったぞ俺らサック氏にオファー出したことないの勝手に熊本来て勝手に収録に参加してたりするね誤解してほしくちょっと待って勝手に収録に参加してお蔵入りなどうも快速です。さあ今日なんですけどもなんとノンスタイル石田が来てくださいましたありがとうございます。あの、まあ、久しぶりやね、うん、まあ、石作家で準レギュラーでやってますけども、はい、結構時間は空いたんですけども、ね、とはいえ実は今回ちょっといろいろありまして、うん、まあ今回もって言ってもいいかもしれないんですけども、うん、以前一回カジサックのメインチャンネルの方でですねカジサックのジャナイトコラボってやったじゃないですか、はい、安武の奥様がね出てくださったんですけども、うん、今回ねなんとそのカジサックのジャナイトその時も説明してると思うんですけどもジャナイトが結構大ピンチやったわけで、はい、そこをね奥様助けてくださったりして、はい、なんと今回ノンスタイル石田も助けてくれるということで、うん、嬉しい。めちゃくちゃありがたいよな。ありがたい。でも逆にちょうどよかった。俺そろそろ石田と喋りたいなって思ってる時期だったっていうのも重なったんですけども、うん、今回そのカジサックのジャナイトが大ピンチだったのがね、すんごいもうタイムスケジュール的にパスパスやったのよ。はい、まあジャナイトからね、前回もごめんなさい話してるとは思うんですけども、大志くんがまあ5日間、ジャナイトのスタッフの大志くんが5日間しか東京におれない。うん、そんな中で急遽石田が出てくれるってなった。はい、ただスケジュール合わすのがすごい大変だっていう話で、石田が今ねなんか舞台やってたりとか、うん、他のノンスタイルの仕事だったりとか、いろいろある中で、本来石田はこの時間、今ちなみに夜遅いんですけども、うん、絶対仕事入れないのよ。はいはいはい、この時間っておそらく家族の時間だったりとかすると思うんですけども、うん、もうカジサックのジャナイトのためそしてカジサックのチャンネルのためやったら出てくれるということだ。素晴らしい。ありがたいな、ほんまに。そうだからせっかくやったらねもう久しぶりなんですけども、うん、今までは結構お店でお酒飲みながらやったりしてたんですけど、うん、今回ちょっと急だったんで、はい、ちょっと事務所で、うん、とはいえやっぱ石田とは、はい、お酒を飲みたい。なるほど。中田のあっちゃん言ってたよね、うん、ビースト欲しいところではあるから、はい、あちょっと楽しくね、はい、やっていきたいなと思いますんで本日もどうかおろしゃす、はい、ノンスタイル石田でーす。イエイ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 石田よ、ほんまにとんでもないですよ。ちょっとまずは、うんうん、乾杯しよう。乾杯していい。もうこれだから喋り出したら、うんうん、そのタイミング見失うから、そうね、ごめんなつがして。いやいや全然、何言ってんのよまず乾杯しよう。ほんまに言うて結構久しぶりやもんね。めっちゃ久々やん。会うのもな、めっちゃ久々な。俺もう久々すぎてんそうカジサックのことを YouTube だけの関係って言ってしまったから。ちょ俺それマジ今日聞きたかったやん、うん、まず乾杯。乾杯。お疲れ様でーす。いやいやいや、ちょっと去年も一応おつまみなんかも用意しながらなんですけども、うん、まずはカジサックのジャナイトを助けてくれて本当にありがとう。もうマジで。いやいや全然よ。だってそんなね、うん、あのどうしようもないことやんか。まあね、でもなんとか6本を取らなくちゃいけなかった中で、でもなんかこのピンチをチャンスに変えたくて、うん、でチャンスに変えるってことは何か素晴らしいゲストを呼びたいと俺の中だったのよ、うんうんうん、って中で西野も素晴らしい仲間やけど、うんうん、西野はもうジャナイトに出たことあるのよ。あ、はいはい、ってなった時に石田しかいないって俺はなったから。嬉しいや。めちゃくちゃ忙しいんやろ今。今ちょっと忙しいね。相当、うん、そうね、なんかね、うん、まあ今舞台の稽古もありつつ、うん、今日に関して言うと、はい、吉本の会議に3本出てきた、うん、何それ吉本の会議でそれ本来社、うん、なんていうの、社員さんとかが出るような会議とか。そう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 、だから芸人がやる仕事じゃない。それって内容言えたりすんの？言えるやつと言えないやつある？言えるやつは言ってほしいんだけど、だってピンチをチャンスに変えたいから。そうかまだ言われへんやつ言いたいけどまだ言われへんやつやったな絶対言われへんやつやったな。でも何かしらのプロジェクトではあるよね。そう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 。でも前回さカジサックチャンネルの方に出てくれた時にも言ってたんや、うん、大きい仕事があるって、うんうん、あれもまだ発表してないもん、ね、まだ発表してない。た中でそれとはまた別でもあるってこと？それそうそう、あのそれのやつが引き続きあったのと、あとまた別と別と。すごない？そのでっかいプロジェクトに石田の力を借りたいって吉本からのお願いってことや。俺そろそろな、うん、
あの固定給も入り出すと思って社員として社員としてのああそうじゃないと割合わへんっていうことや。そう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 。でもそれだけさ、ちょっと嬉しいことやな。でもそうやって吉本に頼られているっていうのもめっちゃ嬉しいよ。俺ほんまないもん、そういうのも。あるとしたらライブスタンド出ませんかやわそれぐらいはあるけど。すいません、一丁噛んでます、すいません。いライブスタンドも噛んでんの？え、演者としてじゃなくて制作サイドで？一応そのいろんな方にこう相談してもらって、どういうのがいいですかみたいなのは。いやだからそれで言うたら今までの吉本芸人であんまりいないタイプかもね。そうです。あんま聞いたことないやんか。 その、ね、社員のような仕事も、社員って大変やけども、うん、そのプロジェクトに会議に入るって俺あんま聞いたことがない。ライブスタンドはがっつり入ってるわけじゃないねんけど、うん、その担当してる社員が、うん、こそっと俺に連絡してくるみたいな。だから頼りたいっていうところがあんねやろな。だからなんか言うと予算なんかないわけよ。もうやらしゃらしょうがないな。うん、ないや予算は、うん、なかなかね。でも今まですごいのやってきて、うん、伝説の一日とか、そうすごかった、笑い未来フェスとか、もうなんかこうね、目玉のやつをボンボンってやってきて、うん、じゃあライブスタンドってじゃあ何を目玉にするんですかみたいなことでもみんなわーなってなってもうてるってことや。いやでも俺これ素晴らしい流れだと思ってて、うん、結構まあこれまあちょっと吉本の偉いさんに聞かれたら怒られるかもしれんけど、うん、吉本ってまあある意味本当にすごいのが挑戦するやん。挑戦する、もう新しいことをバーバーバーってやるんですけども、うん、でもぶっちゃけた話結構失敗もしてるのね。失敗してる、結構失敗してるんですよ。でもそれってやっぱり理由があると思うんですよね、うん、でその中でなんて言うんだろう、若い人間の力だったりとか、うん、アドバイスをくれる人っていうのがいなかったと思うんだよね、うんうん、吉本の社員結構頭カッチカチなやつおるやんか。多いね多いね多いねほんまに多いの。でもだからこそでっかい会社になってるかもしれないんですけど、うん、でも俺が思うのはそのカチカチの人たちがだんだん柔らかくなってきて、うん、それの一つが石田の助けを請うじゃないけど、うん、そういうのがあって新しいアドバイスをもらって成功していくっていうのは俺めちゃくちゃいい流れになってるんじゃないかなって思うよな、うん、で石田もやっぱりその話を受けた時になんとかしたいと思うもんね。思うな、めっちゃ思う。ぶっちゃけライブスタンドもほんまにもうこれ過去ですけども、なんかめちゃくちゃ成功には見えてたけど、うん、かなりの大赤字やったりとかもね、かなりの大赤字でしたね。したからね。すごい。だからどんどん遠くいっちゃうよね。そういう部分では。そうね。何やねん、そうね。いや、遠くなってってる。だってお前、片割れはお前吉本通らへんねんから。遠くの、お前らが遠くなってってんの。俺は常に現在地におるけどやな。お前の片割れも危ない時期あったぞ。それで言うたら。だから俺お前今日手伝ってんねん。あの時いろんな人に助けてもらったから。やんねん。なるほどな。あん時どんだけ助けてもらったか。いろんな人に。いろんな人に。出ないと無理やったもんな。そうや。まあ、ぶっちゃけた話、石田もメンタル強い方じゃないから。強くないよ。結構しんどかったよな。しんどかった、しんどかった。そうやんな。でも俺はさっき言ったのは、離れていくねって、そんなことないかな、俺ら親友やかなっていうのが欲しかっただけ。だったのにあなたが、そうやなって言うから俺はちょっとなんやねん、こいつって思った。ちゃうやん。何がちゃうねん。可愛いと思うよ、俺のところ、お前。そんなに。あんな。お前。お前。何やねん。昔の恋心とか忘れたのか。お前今日4早ないか。あ、ごめん、俺、ここまで歩いてきてんやんか。前の仕事が早く終わったから歩いてきてんけど、なんかちょうどいいタイミングでコンビニがあったから、そこでビール買いながら来たら、なんかロング缶3本飲んでもらって。やっぱり、俺正直来た時ちょっといつもよりテンション高いなと思った。石田ってここだけの話、これこのチャンネルだから俺は言うけども、うん、ここやからね、うん、徐々に上げていくタイプやねん。あ、そうそうそう。な、うん、エンジン。うん、だから、なら事務所に入ってきた時も、おはよう、よろしくー、みたいな感じやんか。うん、今日なんか、よろしくー、みたいな感じやったから。あれ、テンション高い。あ、でもそれって石田の優しさで、じゃないとのピンチやったから、これ明るくいかなあかんなって思ってたんやけども、ただ酔ってた。ごめん。ほんまごめん。お前道中ロング缶3本も飲んだよ。ほんまにな。それもうコンビニはしごしてるやん。そうそう。食べて。ほんまにいいタイミングでコンビニ出てくんね。びっくりした。一番近いコンビニで買わへんかったのによかったよ、ほんま。いやほんまか。一番近いところで買ったらもう危なかったよ。マジで？うん、で結構歩いたんやじゃあ。結構歩いた。1時間以上歩いた。
あの連絡したやんか、うん、あの入り時間は全然後やったけど、俺前の現場が早く終わったから、はい、そう、実は僕らもこの前に撮影をしてたのね。そう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 、うん、で入り時間っていうのが決まってて石田のね、うんうん、でもしもこの前撮影とかなかったりとか、うんうん、撮影が終わってたりしたら、うん、そのままもうタクシー乗って行こうかなって思ってんけど、あ、なるほど、ね、最初連絡した時に帰ってこうへんかったから、うん、あ、じゃあ、まあ、こっから1時間半後かみたいな、うん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 、じゃあこっから新宿からやってんけど、うんうん、歩いてきたらまあなんとかまあたどり着くかなと思って来てたら、うん、やっぱ稽古終わりやね。稽古、その舞台稽古や、舞台稽古終わり、舞台やってるから、でも汗だくなって、うん、もうカラッカラなわけよ、喉がカラカラや。そうで、うん、俺はもう最初は、うん、ほんまにポカリを買おうと思って、ポカリセットを飲んでほしかった。もうびっくりしたな。なんでビールを手に取った？ラガ。いや違う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 、じゃあ俺別に種類聞いてないのよ。何のビールって聞いてないの俺。なんでビールを飲んだんや。一文字でえらい怖い話ですわ。なんでビールにしたの？そこはポカリスエットでよかったんちゃうかって。絶対、いや俺もほんまにそうであるべきやと思って。うん、ほんまに思って、うん、な、いやそうあるべきやろ、そら一応言うてもね。そう、まあ今日お酒を飲む撮影とは伝えてたけども、石田は今までそのことあんませえへんかった。せえへんかった、もう絶対せえへんかった、うん、なあ理由なかった。珍しい、珍しいタイプの人やな。石田やからなんか理由あるかなと思ったけども、ほんまに喉カラカラで、そうそうそう、ちょっともうお酒も飲みたいなった。プラスやっぱりこのここの撮影がお酒を飲むっていう撮影だったからね。そう、あとさ、うん、ほんまに今日引くぐらい暑かったよ。いや確かにもう真夏日って言われるぐらいの温度やったな。そう、引くぐらい暑かって、うん、でもさ、めっちゃくちゃ働いてぶっちゃけな、さっきも言うていた吉本とのそのね会議が3つもやって、そして舞台稽古もあってやから、うん、そうそうそう、疲れてた、うん、そうあって、うん、で、じゃないとがある、あ、うん、テレビもあんねや、テレビもある、そう、そのカジサックチャンネルだけならまだ俺のことを分かってくれるかもしれない。あ、はいはいはい、もうだってずっと飲めるから。確かにね、この僕のチャンネルでは結構ずっとお酒飲みながら、じゃないとがあんのか、じゃないとは確かにカジサックチャンネル見てない人もいるかもしれない。そう、うん、でもじゃないとはずっといつも先にオファーしたんや。じゃあええかってなった。いや俺じゃなく先にツッツをオファーしたんやってなった時に、飲んでよくねみたいな。納得しました。ただ一個だけ誤解がある、うんうん。今石田が言ってくれたようなそのツッツン、うん、サックシを呼んだんだみたいなこと言ってますけど、うん、そこちょっと実は違くて、サックシが勝手に来てるだけなのよ。え俺ら、うん、サックシにオファー出したことないねん。おただ彼ってすごい行動力やったりするから、うん、勝手に熊本来て、え、勝手に収録に参加してたりするね。だから誤解してほしく、ちょっと待って、ん、勝手に収録に参加してお蔵入りなんまあ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 マジでやばい、マジでやばい、まあまあまあそう、マジでやばいやん。よう、よう、そんな状態であんなツイートできんな。どのツイートや、俺は見放せへんぞ的な。すごいな。まあまあ仲間やから。すごいな。いや、そうやね。だから、もう誤解正直ないのは、別にジャナイトサイドからすると、うん、サックシーと石田やったらサックシーっていうことじゃないのよ、うん。もちろん石田が出てくれるんだったら、石田も呼びたいしな。はい。こう今、大志くんもいてるけども。で、またこれ、その話ですごいのが、サックシーが、勝手に来て、うん、暴れて撮影して、うん、って思うやん、うん、実は一回大遅刻をしてるのよ。え？ちょっと待って、難しいな。このパズルめちゃくちゃ難しい。確かに難しい。今バラバラだけど、おうおう、まあ、最終的には落ち着くとは思うんだけども、ほんまに？あの大遅刻をしてめちゃくちゃ遅れたの。え、もともとオファーしてないんだよな。してないね。オファーしてないのに遅刻ってどういうこと？全然わからない、全然わからない。ごめんな、これね、確かに説明めんどくさいんですけど、サックシが我々にサプライズ突撃っていうのをしようとしてたの、はい、俺らの知らないところで、はあ、俺らっていうのは俺と安武が知らないところで、それをジャナイトスタッフとサックシが連絡を取り合っていて、はあ、俺突撃するからっつって、はあ、びっくりさせるからって言ってて裏で話し合ってたの、うん、で当日いざ本番、うん、来なかったの。
遅刻して、で俺らは知らなかったのそれが、うんうんうん、でなかなかディレクターが現場でカメラ回せんから、これちょっとぶっちゃけどうなってんのって聞いたら、いやもうじゃあ全部話します、実はサックスさんが来る予定でしたけども遅刻してますってなった、うん、まあぶっちゃけおもろいやんそれって、うん、だから全部俺ネタにしたのよ、うん、番組上でもうそれを振りにしてやって、うんうんうん、で結局その日、お昼ぐらいに着く予定が、うん、到着したのが夜の8時だったの、うんうん、でそっからまたカメラ回し何や撮ってたの、うん、そしたらサックスがもう本当に反省してると、うん、もうこんだけ反省してたらジャナイトに力になりたいから、うん、来月も来るって言ったの。お来月も俺何本でもいいから撮らせてくれ、お俺絶対ジャナイトの助けになりたいって言って、うん、その分全部オクラになったの。面白いな、すごいことなってんのよ。だから面白いな、いつかことわざになりそうな。で、じゃあできるんですよね、ほんまな。すごい出来事だからね、いろいろミラクルがね、実は起きていて、まああの人は暴れん坊だからさ、暴れん坊やね。ただそれで言うたらさっき石田が言ってくれたけど、うん、俺はなんて言うんだろう、あいつのいいところももちろん知ってるし、うん、悪いところも知ってるけど、ね、でもやっぱりさ、11年半一緒に番組をやってきて、うん、いい部分っていうのもものすごく知ってるし、うんうんうん、あとこれは石田も分かってくれると思うけど、彼って天才やん、面白い、本当に面白いやん、やっぱりいろんな面白いツッコミの人たくさんいますよ、いますけども、俺はもうなかなかトップクラスであの人は天才だと思ってて、そうね、でもったいないと思うよ、うん、だからこそなんか俺ができることがあったらやってあげたいなって思ったりすんねんけど、おれへん石田もそういう人って、あー何があっても何があってもみたいなさ、まあ井上は当たり前やん、まあそうね、うん、それはもう相方、人生の相方であるから、まあまあそれはそうね、だ石田で言うたら後輩とかにいそうやん、俺のイメージ、あーそれで言うと、うん、まああんまりその俺も公にしてないけど、うん、この期間とかも瀬下とはちょこちょこ飲みに行ってるかな、なるほど、俺の義理のお父さんの店貸し切ったりとかして、うんうんうん、やっぱね、そのしんどい状態だと思うんだよな、いろいろな、めちゃくちゃしんどかった、いろいろあったんです、瀬下ってね、まあ知らない方のために言うといろいろあったんです、そして自粛をしていてっていうところで、うん、彼もね、天才というか才能がめちゃくちゃあるから、うん、そうそうそう、それみそうか、そうしてたんや、うん、連絡取ったりして、そうね、うん、まあだから、まあ、まあこれからどうなろうが、うん、まあ俺はちゃんとあの向き合って付き合っていこうかなとは思ってるけどね、だからその感覚と一緒なのかも、あーそう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 、例えばね、まあないけど、ないとは思うけど、たとえこの世界をやめたとしても、うん、そこの関係は変われへんやんみたいな。そう、だから、まあ、瀬下がやったこととかって、うん、公に、まあ、言われてるね、うん、ものって許されることではないと俺は思うんですよ。うん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 、なんですけど、許されへんかったとて、うん、俺はその関係性は変われへんなぁと思ったんですね、うん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 、だから昔俺奥さんと結婚するときに、うん、奥さんが私にはまあ人に公表できるような過去がじゃないって言われて、過去ではないと、そう、その時にすごいいろいろ覚悟したわけですよ、うん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 、どんなことがあったんやろう、まあ気にはなるよねちょっとねみたいな、うん、ことはあったんですけど、うん、それを僕はやっぱ乗り越えて、うんうんうん、だから逆に結婚したいと思ったし、だからそれがだからこの先、うん、何が出ようが、うん、例えば分かんないですよ、俺の奥さんが何やったかのか俺知らないですよ、それってさ、ぶっちゃけね、今の話を聞いてると、うん、俺だったらね、うん、知りたくなっちゃうと思うのよ、それを聞いた時に、うんうんうん、石田はそこは聞かないんだ、それ言っただけですごくない、はぁ、でも変な話、奥様がそのフレーズを言ったわけやんか、私にはっていう話、うん、ってことは言う覚悟も多分できてたと思うんだよね、うん、って中で石田が聞くか聞かないかだったと思う、うん、ってなってくると俺やっぱ聞いちゃうと思うんだけど、石田はやっぱりそうじゃない、聞かへんかって、うん、でその後自分から言ってくれた、でもこの最初言わへんかった気持ちが本物やと思うから、だから俺は誰にも言わへん、乾杯しようぜ、おいっす。合ってる？合ってるの？最高の男じゃない？俺な、悔しいよ、恥ずかしいわ、さっきのくだりカットしていい？何俺だったら聞くと思うわとか言うてる。お前はかっこええな、なるほどね、
なんかね、うん、でもそれは奥さんのその素直な気持ちを知ってるからや、うん、まあそういうことやな。そうそうそう、それやから、それ。それを聞いた上で俺が何かじゃあ好きじゃなくなるかと、そんなわけないし、そう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 、ね、うん、聞く必要がないじゃないかっていうところか、うんうん、でもその時を経てさ、今ポロってちょっと聞いちゃったけど、うん、時を経て奥様からその過去のことをお話しされたということやけど、それを聞いた時の石田はどうやったの？あ、俺からすると、うん、そんなことでって思った。あ、そんな、いや、そんなことで、うん、なんてそんなにブレーキ踏んでたんや、なるほど、ね、って思ったんですね。だ、今の聞いただけで奥様の人柄がちょっと分かったもん、うん、っていう部分だろうね、おそらく、うんうん、これは言っときたかったのかもしれないね、ひょっとしたら石田に、うん、でもあれですよ、一般社会からするとえーってなるよ、めっちゃ気になるやないか何したんや奥さんまあそれは言わなくてもいいから、まあ、そうそうそう、でもほんまにいろんな人生を送ってきたから、だから俺一回り下ですけど、うん、ほんまにいろんな人生を送ってきたからこそ、うん、今めちゃくちゃ話せる、一回りしたいのにやっぱ対等に喋れるって、うんうん、やっぱすごいと思う。いや、それはすごいよね、一回りか、うん、そうかそうか、ものすごく頭のいい方だろうしね、うん、結局約束したけど会えてないもんね俺。そう、一回カジサクチャンネルの方でね、いつか家族でやりましょうとかなんか言うてたけど、うんうんうん、結局ちょっといろいろお互い忙しくできてないけど、また本当に会わしてよいつか。いや、そう、うん、絶対にいい人だろうしね、うん、あと、うん、カジサクが大量にさ、うん、あのお尻拭き送ってくれたやんか。あ、あのお祝いでね、お祝いで、あれからもう完全にあれになったからな今までちゃうお尻拭き使ってたのにさ、カジサックがもう大量に送ってきてくれて、そっからもうほんまにこれええやんけって。ええやん、よかった、あってよかったわあれええやろあれええかな何人吹いてきたもんほんまにやっぱ経験値ってすごいな、経験すごい、歴史がものは語るやんほんまにそこはもうこれ絶対におすすめやからっちゅうのがあるからやな。びっくりした。お尻拭きなんぼあってもいいでしょ。なんぼあって、あれほんまにミルクボーイにネタにしてほしいわほんまにあ、お尻拭きだ、最初にね、最初の方やんか、お尻拭きあれもう段ボールで頑張ってもいいですからね、言ってほしいぐらいやけども、でもいい話ありがとう。いやいや、まさかサックスの話からこうなるとはね。うん、なんかムカつくな、そういう思うとサックス期限で俺嫁さんのセシタも入ってるから、セシタも入ってるし、そう、ね、いやでもサックスの話はね、本当にぶっちゃけ今もう僕はちゃんと連絡も取っているし、あのすごくね反省ももちろんしているし、まあ謹慎ではなく自粛っていうことだったりするんでね、うん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 、またいつか復活はするとは思ってるんだけど、まあだってね、良くないことでしたけど、うん、ね、人というものね、物損事故、うん、ね、あくまで物損事故ですし、そうね、ね、本当になんか最小限で良かったなとは思いますよ ね、本当に、うん、そこはちゃんとね、あの弁償もしますし、うん、ちゃんとそこはちゃんとしないといけないところでするって言ってたから、うんうんうん、で何よりも免許を返納したことっていうのももちろん、そうね、大事なことだろうしっていう、うんうんうん、だから、まあ、どう僕はね、見られてるか分かんないですけども、いろいろ話したんですよも、実は、うんうん、会っても話したし、うんうん、なんだったら極端な話、やめてもいいんだよまで言った、もう、あ、この世界を、そうそうそう、うんうん、もう俺は芸人堤下敦を心配してるんじゃなくて、うんうんうん、堤下敦を心配してるんだよっていうことで、そうね、あいつがやっぱり幸せにならなきゃいけないし、おそらく石田も拙者にそんな話してると思うんだよ、そうね、うんうん、そうでしょ、うん、だから無理してこの世界でやらなくてもいいんだよって、うん、もう堤下敦が楽しい人生に送れるようにちゃんと考えてやっていこうぜっていう感じでちゃんと話してるんでね、うん、だから絶対に復帰するかどうかって言ったら 100% かどうかは分からない、うん、でも彼は彼で今前向きに反省しながら考えながら行動してるんでね、うん、そこはちょっと僕からは少々お待ちくださいとしか言えないかなっていう感じかな。そうね、瀬下は復活したもんね。瀬下は復活しましたね。まあでもね、この先どうなるかは分かんないですよ、うん、川原もね、うん、まあ言うと吉本ではない、そうか、あれはフリーエージェント、あ、フリーエージェント、フリーエージェントじゃないエージェント契約ごめんな、俺がアホやったから、ね、いやいや、俺もフリーって言うと思ったエージェント契約、最近聞かへんなったから、一時期さ、うん、加藤さんがいろいろ動いてくださったりして、ね、エージェント契約ってよう聞いたけど、最近ここ1年ぐらい聞いてなかったから、そうだ、エージェント契約あったわ。エージェント契約っていうものをさ、うん、俺ほんまにまじまじと体感したんが伝説の一日やってんけど、おー、あ、ダウンタウンさんが漫才したね、伝説の一日、うん、あー、そうか、
あのな、YouTube の撮影は俺が誘うとんねん。YouTube は俺に任せ。俺が誘う。プライベート。じゃあ誘えや。何がや。じゃあ誘ってくれて。プライベートお前がやれや。俺 YouTube でやってんねんから、プライベートお前やらんかい。そういう話をしてんなら、別れさっせ、さっせ。さっさんかい。お前、今日の撮影30分で終わらせようとしたから。お前、一回手下げろ。もっと飲もうぜ。もうここまで来たら全部話すな。お前、ほんま、ええ感じですよ。やっとるやんけ、やっとるやんけ。出るとこ出るから。やっとるやんけ。安心して、俺も今日はまあまあ飲んでるから。やっとるやんけ。最後まで見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。